久保さん、そして久保さんのチャンネルを見ている視聴者の皆さん、改めましてこんにちは。覆面 YouTuber タカです。気になる男、気になる男シリーズですね。気になる男で、いろいろお話ししていただいたと思うんですけど、ちょっとずうずうしいかな、ちょっとずうずうしいかなっていうところでも、そこっていう気持ちも少し大事かなと思ってて、結局そうやってこう、食い込んで食い込んでいかないと、やはり自分の目標とかに達成したい場合、それもどうしてもこうなりたいんだっていう強い気持ちがあると、きっとなんかこう食い込んでいくんじゃないかなとは思ってて、ずかずかと、という表現をしていましたけど、本当になんというか、行くしかないと、行くしかないと、もう申し訳ありませんと、申し訳あれば申し訳ないんですけど、ちょっともう、行かせてくださいと いう感じになるんじゃないかなと思って、やっぱりその自分が何かこう行動する時って、もう追い込まれて、もうかなりこう、というか もうここまでだと、もうここまで来たらっていうところだと、人はなんかこうするのかなと、自分が特にそういうパターンで、なので、それがいい方向に行くのか悪い方向に行くのかというところはいろいろあるとは思うんですけど、やっぱりそれでもそのお願いする人に対してこう配慮とかをうまくできると、なんかうまくいくんじゃないかなと思ってて、もちろん今回その久保さんがプロモーションとか応援してくれたとして、本当に売り上げが上がると思うんですよ。そら上がりますよねっていうところで、でもなんか、それはそうかもしれないんですけど、それ以上にこうやって、つながりが持てたっていうのは、非常にもうすでに自分の中ではこの時点ですごく、なんというか、よかったなって感じなんですね。そのお金というよりも、そのかけがえのない時間が過ごせてるなと。自分の声が、自分一人だと自分のチャンネルしかないので、なかなか声が届きにくいところですけども、久保さんのチャンネルにこうやって出演させていただくことによって、自分の声が少しでも誰かに届くことによって、何かこう感じるものがあったり、覆面 YouTuber って何だろうと、そもそも覆面 YouTuber って何やねんみたいな いうね、ところをちょっと親と思ってくれることによって、少し興味を持ってくれることで、ああ、YouTube やってみようかなと。例えばこの速稼塾の塾生さんでも、何かこう突き抜けれなかったり、やろうと思ってんだけど、こう、もう一つみたいな。あとは、もしかしたらなんですけど、直接久保さんには、ちょっと恐れ多くて聞けないとか、わかんないですけどね。わかんないですけど、完全に それは 勝手な思い込みですけど、もうちょっと久保さんと毎日やり取りするのは難しいという場合だと、もうね、ランクの、今の私の自分のレベルだとね、すごく、低い状態なので、じゃあ、タカさんなら話しかけれるかな、みたいなね、いう感じでもいいんじゃないかなと思ってて、そういう時に、こう、自分がいる意味があるのかと、あるのかなと、自分がいる、自分がこうやって存在する意味があるのかなという思いが、あるんですね。なんでこう、だからこそこうやって、自分が、食い込んでいくというかね、突っ込んでいくというか いう形でこういろいろやることによって、他の人が誰か、自分のやってることが誰かのためになることで、何か意味があるんじゃないかなと。それはそのプロモーションとか、そういう、プロモーションももちろん大事かもしれないですけど、それ以上にこうやって、ジョイントですかね、要は。というところで、何か新しい化学変化だったり、自分が思っていないような変化、もうすでに今日明日でこうやって自分ではないチャンネルに登場するっていうことは、やはり、自分も正直言うと、
ちょっと緊張するんですよね。こうパソコンに向かってるんですけど、ちょっと今脇からね、汗がこうちょっと滴り落ちる感覚があるわけなんですよ。ちょうど今夕方で夕日がこう当たりそうなところから撮ってるんですけど、まあ、そういう意味ですでにもう自分もいろいろな新しい経験をさせてもらってるし、自分のチャンネルではないところで声が届いているということは、一体この声は一体どこまで届いているんだろうと、どんな層に届いているんだろう、一体どんな方が聞いているんだろう、もうそういうことを考え出すと、もうなんかすごいことが起きてるんじゃないかっていうことをすごくやはり感じざるを得ないんですよね。うん、だからこそやっぱりそのここに書かせていただいてるんですけどね、たとえその今の僕ができなくてとも、でもですね、必ずその、まあ、実績で返すと、これは恩返し、この鶴の恩返しの絵を使ったんですけど、まあ、恩を返すという気持ちでこうやると気持ちが強くなるんじゃないかなと、まあ、思いが高まると、自分一人でこうやっていくだけだと、まあ、恩を返すとか何もないんですけど、やっぱり関わる人が増えれば増えるほど、これはやらなあかんなと、このままじゃいかんなと、これはね、何かやらなきゃいけんと、やっぱそういう強い思いが自分の成長だったり、今日の頑張りだったり、そして明日へつながる自分っていうところが、最後の一踏ん張りがこうできるんじゃないかなとは思ってて、本当にそういう気がするっていうところをすごく感じましたね。はい、その未熟な自分が、今は確かに未熟かもしれないと、でもこうやってつながれることで成長していく、成長すれば必ず恩返しができるわけなので、恩返すというよりも、実績で恩返すというよりも、この歩みをやり続けることに、やり続ければ必ず恩返しができることになるという考え方をすれば、あ、じゃあ今できることをやっていこうと、単純に今できることは何かと、こうやって久保さんから動画が来たら動画を返す、これが自分の今最大限のできることで、最大限のこと、同じこと言いましたっけ、まあともかくその久保さんが言ってた、まあ、結局、そんなに深く考えることはないんじゃないかというところに結局詰まるところになっていくんですけど、相手のうまみとか、相手の立場とか、なんかいろいろそういうことをもうなんか考えるよりも先にも、ともかくそのまあともかくやっていこうと、よろしかったらやりましょうっていうお話もしていただいたんですけど、まあ、深く考えずにこうやっていく、今やっている行為が必ず、まあ、未来に、未来の道へつながるはずだというか、未来に続きますんでね、ただそれをやっていくだけで、この道を歩いていくだけでいいんじゃないかなと、を非常にこう思う次第であります。はい、全然まとまってはないんですけど、ただちょっと自分が思うことをつらつらと、お話しさせていただきました。はい、ということで、気になる男第4話ですね。第4話、まあ、未熟な自分が恩返しすれば、未熟な自分が成長すれば恩返しは必ずできるということで、締めくくろうかと思います。ここまでご視聴ありがとうございました。覆面 YouTuber タカでした。